川村の館、科学ジャーナリスト村さんさんが書いた、新型コロナワクチン不都合な真実というのを読んでます。何回目？8回目です。ちょっとざっとおさらいをしますと、例えば、ワクチン接種後に亡くなった子どもの数、19歳以下の人の数は、確認されてる、報告されてるだけでも、コロナで亡くなった人より多い。それからと、ワクチンの安全性について疑問がないかって言ったらいろいろあるのに、それを知らされていないというのは問題ですね。で、いろんな、いろんなことがいろいろあるんですけど、ワクチンを打てば打つほど、効かなくなってくるというか、なんか変な抗体がいっぱいできたり、もう持ってきちゃうような、抗原を持ってきてしまうような、抗体ができちゃったり、いろんなことがいろいろ、確認、その、量はともかくそういう状況があるっていうのは、そういう現象が起こってるっていうことは確認されているにもかかわらず何も知らされていないわけですね。そこのだから、ワクチンが危ないのか危なくないのか、打ちたいのか打ちたくないのか、全てはやっぱり何がいいとか悪いとか誰かに決めてもらうんじゃなくって、これはもうブロム先生がいつもずっとおっしゃっていて、ずっと読んでるんですけど、じゃなくて自分で考えるための材料を、私たち、メディアにこのグラムに携わってないんですが、携わるような人たちはきちんと伝えていかなければいけないと思いますけど、いかがでしょうか。本当にそういうことちゃんとこの頃のメディアやってるんでしょうか。なんかワクチンについてはすごい議論がこの頃起こってきたし、マスクについてはこれは社会学の問題ですね、おそらく。マスクについてな、そこら中でマスクはめるはめないで大喧嘩すりゃいいのにな、面白いのにな、と思いました。この前バスに乗った時に、鼻の下にずれてたんですけど、暑かったんで、そしたらなんか在日外国人のフィリピン系かなんかのおばさんが、マスクちゃんとしてよ、コロナが一番怖いのよとバスの中で叫びました。だったらあんたが出てけってよっぽど良いことだと思いましたが、やめてきました。で、そのこんなで、だってわし暑くてじゃあ死んだらあんたどうやって責任取るのって、死ぬことはないだろうけど気分悪くなったりしたらあんたはなんかすんのって思いますけど、どうでしょう。第4章、不都合なワクチンの、新型コロナワクチンの不都合な真実に入ります。そういう、ちゃんと説明されていない問題点が今まで3章までで列挙されました。とうとう確信かもしれません。4章です。4-1、分かってきた新型コロナウイルス、読みます。新型コロナウイルスの姿はすでに皆さんおなじみです。ボールにトゲトゲが突き刺さったような形をしています。これコロナっていうのは王冠のことで、このトゲトゲの形が王冠に似てるからコロナって言うそうで、なんか空調メーカーでコロナとかいうところがあって、大変迷惑を被ってるらしいけど、オミクロンだとオミさんはどうなんだみたいなこともありますけど、関係ない。その名前ただつけただけ。でウイルスの外側の核はタンパク質を含む脂質二重膜で、内部には遺伝子が入っています。ウイルスは自分で複製して増殖することができません。動植物に取り付いて宿主のエネルギー栄養装置を利用して自分を増やしていきます。ウイルスの本質は遺伝情報であり、いわゆる生物ではありません。新型コロナウイルスの遺伝情報はリボ核酸 RNA、 リボ核酸、リボ核酸
RNA なんか核酸の種類にいっぱいあって何だったかな、まあまあいいや、なんかあのその細胞のなんか核になっている物質のことですね。遺伝子情報はリボ核酸という物質の塩基配列で決まっています。このため RNA ウイルスと呼ばれています。デオキシリボ核酸 DNA を遺伝情報として持つウイルスもあります。あ、恐ろしいわ、確かなんかねリボ核酸の方がなんか進化しないですか、デオキシリボ核酸の方が大変なんでね、ちょっとなんか多分記憶力がいいっていうか確か、を遺伝情報として持つウイルスもあります。天然痘ウイルスや子宮がんを引き起こすパピローマウイルスなどは DNA ウイルスです。お DNA と RNA、 あ、書いてありました。その次これ読みます。DNA と RNA について、 DNA はたった4つの塩基が長い鎖のように並んだ紐が2本絡み合うような螺旋構造をしています。二重螺旋構造と言います。4つの塩基はアデニン A、グアニン G、シトニン C、チミン D です。まあ、名前ですね、この4つ種類がある。アデニンはチミン、グアニンとはアデニンはチミン、グアニンはシトシンとだけ。5、アデニンはチミン、グアニンはシトシンとだけペアを作ります。塩基対、対ですねと呼ばれます。ちょうどデジタル信号が0と1の組み合わせでできているように、遺伝情報は4種類の塩基の組み合わせでできており、3つの塩基が1つのアミノ酸を指定します。おお、だんだん分かんないですなってきて、この大丈夫だろうか、読み進めてみましょう。タンパク質はアミノ酸でできています。おう、アミノ酸が集まるとタンパク質になって、タンパク質っていうのは、まあ、体のほとんどタンパク質じゃないですかね、 肉とかね。RNA も4つの塩基からなりますが、チミン T の代わりにウラシル U が入ります。あ、 RNA の方がややこしいのかな。RNA は1本の鎖からできています。やっぱ1本か。DNA は確か2本なんでね。で RNA は1本だって、あ、次書いてあった。だからわしがぐちゃぐちゃ言ってる前にちゃんと読めば書いてあるってことですね。RNA は1本の鎖からできています。 DNA は2本の鎖からできているので、塩基配列が変化しても修復することができます。そうそう、だから記憶力がいいっつうかなんかな多分。4つの塩基は対となる相手が決まっているからです。しかし RNA は1本の鎖ですから修復機能は限られています。そのためどんどん変異を繰り返すと、あ、そうなんだ、変異を繰り返すと言われています。この方がややこしいな、やっぱり元のお家に戻れないから、どんどんサイコパスみたいに、ヤドカリみたいになんか人んちに入っていくってことですね。新型コロナウイルスは約3万の塩基からなります。 RNA ウイルスの中では最大級で、直径約100ナノメートル、どれくらいか分かんないけど、の球形をしています。1ナノメートルは10億分の1メートル、100万分の1ミリメートルです。想像を絶するちっちゃさ、小ささですね。まあ、比較するときに、必要な数字ですね。例えばマスクの、マスクの、穴の大きさとかね。細菌の大きさは1000分の1ミリ程度ですので、光学顕微鏡で見ることができますが、ウイルスは100万分の1ミリというサイズですので、電子顕微鏡でしか見えません。
新型コロナウイルスの外側はタンパク質を含む脂質二重膜に包まれており、この膜は石鹸で分解することができます。お、赤を落とす洗濯石鹸と同じ原理です。なるほど。石鹸で 手を洗えばコロナウイルスを除去することができます。膜の内部にはウイルスの全遺伝情報ゲノム、ウイルスゲノムである RNA が入っています。宿主の細胞に入り込んで自己複製をするための材料や装置を作るための情報が詰まっています。トゲトゲのスパイクには宿主の宿主の、宿主の細胞に侵入するための装置がついています。受容体結合部位RBD です。 RBD ってどういう略なんだ、だいたい DNA とも RNA もどういう略なのか、はたと疑問に思いましたので次までに調べたいと思います。DNA、RNA、こう。それからあとそのスパイクの受容体結合部位っていうのが RBD というそうで、これが細胞受容体 ACE2、 これ何の略なんだ、に結合すると細胞がウイルス全体を丸飲みにしてしまいます。細胞の中に侵入したウイルスは宿主の細胞にある材料や道具を使って自己を複製します。自己複製が始まるとどんどんウイルスが増殖して逆に細胞から飛び出して体中を巡ることになるのです。これは変異体と、感染力致死率です。次ね、読みます。新型コロナウイルスは年間に 15.9 回変異を起こすと言われています。2週間に1回ぐらい変異するわけです。まるでネオンサインのようにくるくると変異を起こすのです。ウイルスには意思がありませんから変異は確率的に発生します。確率的に変異して、確率って統計の確率ですね、確率的に変異して感染性の高いものが残り、低いものは淘汰されていきます。地球上には数えきれないほどのウイルスが存在します。そうだよね、なんか南極の氷が溶けると速攻に閉じ込められてたウイルスがいっぱい出てきて大変なことになるっていう話を聞いたことがありますけど、どうしましょう、今なんかいっぱい出てきたんじゃないの、今日今年暑かったから。続けます。地球上には数えきれないほどのウイルスが存在します。人間に感染して病気をもたらす病原性ウイルスもたくさんあります。ウイルスの病原性を測る尺度としては感染力と致死率が挙げられます。感染力は一般に1人の感染者が何人に感染させるかで測られます。基本再生産数と、よくこの頃言ってますね、再生産数ってね、と呼ばれます。また致死率は感染した人のうち死に至る人の割合を示します。一般に致死率が高いウイルス感染症は感染力が小さいと言われています。感染する前に宿主である人や動物が死を迎えてしまうからです。狂犬病、エボラ、出血熱、高病原性鳥インフルエンザ H5N1、 鳥インフルエンザなどは致死率が 50% を超えますが、新型コロナウイルスの感染力は、はしか、風疹、ジフテリア、ポリオなどよりはるかに小さいことが知られています。そうなんだ。新型コロナウイルスの基本再生産数は2程度と言われています。ただ変異株により大きく異なり、デルタ株やオミクロン株はこれよりはるかに大きく、空気感染する水疱瘡と同程度の感染力を持っているようです。こう、また致死率も変異株や世代によって異なりますが、厚労省のデータでは
日本の場合、0.31% で平均して感染した人の1000人に3人ほどが亡くなる計算になります。日本人1億2000万人が全員2000万人全員が感染すると30万人以上の死者を出すことになりますが、現在までのところ日本におけるコロナ死亡者数は約2万8000人で、この予測を大きく下回っています。お、そうなんだ。どういうことかな。続けます。ちなみに日本人の死因第1位はがんで年間38万人、第2位は心疾患で約20万人、第3位は老衰で、平和な国だな、老衰で13万人、約13万人です。2万人前後の死者数はアルツハイマー病約2万人と、アルツハイマーで死ぬのだ、2万人とほぼ同等です。侮ってはいけないウイルス感染症ではあることは間違いありません。ウイルス感染症の、再生産数っていうのがあって、割と多いんだね、このメモに載ってます。で、というわけですね。他にも感染力や致死率の高いものもあるけど、大体なんか重篤症状を引き起こす強いウイルスほど感染力が弱いとか言ってたけど、デルタ株とかめちゃくちゃ感染しましたよね、あの武漢株も。まあ、あの時は大変だったかな。で、こんな感じです。メモ、こんなメモがあります。よく見たい人はもうこの本を買ってくださいね。それでは、次行きます。4-2、ワクチンができるまで。ワクチンは薬ではありません。薬は症状のある患者に投与しますが、ワクチンは健康な人に予防的に接種します。新型コロナウイルス感染症では2020年1月に情報が伝えられると同時に世界中でワクチンの開発競争が始まりました。その数は200種類近くに上りました。今回新たに開発されたワクチンはmRNA ワクチン、DNA ワクチン、ウイルスベクターワクチンなど、遺伝子工学を利用したこれまでに人に使用したことのない新しいワクチンです。ワクチン開発のステップ。続けます。ワクチンの研究開発は複数のステップを踏んで行われます。まず基礎研究の成果をもとにどのようなワクチンを開発するか設計します。守備よく実験的にワクチンを作り出したら、まず動物で試験を行います。臨床前試験と呼ばれます。本当に効果があるのか、どれぐらいの量を投与すればよいのか、副反応がないかなど、ラットやサルなどの動物で試してみるのです。人間の臨床試験は3つのフェーズ、ニンソンの想定フェーズに分けられています。フェーズの方が分かりやすいね。第1層の第1フェーズというのが分かりやすくないですか。第1層の、臨床試験は初めて人に投与する試験です。100人以下の小さな規模で行われ、健康な人に接種した後どれぐらい抗体ができたか、体内でワクチンがどんな衝動をどんな挙動ですね、挙動、挙手の挙、どんな挙動を、私はいつも挙動不振と言われますがどんな挙動をしているのか、重篤な副反応がないかなどを調べます。第2層に進むと、数百人規模のグループで試験が行われます。どれぐらいの量を投与すれば安全で効果が得られるかを決定します。第3層の試験では1000人から数万人規模の集団を被験的にワクチンとプラセボ、生理食塩水の偽薬を割り当てて投与する二重盲検ランダム化試験が行われます。
研究開発費のほとんどは第三層で費やされワクチンの制御を決めると言われています。なるほど、なんか偽のワクチンを打ってないのに打ったと思わせるためにワクチンじゃないやつを打つやつですね。なんかすごいお金のないあのジャーナリストのお友達がなんかフランスの、この第3フェーズの試験に参加して、打ったって言ってたんですけど、偽物を打ったのかどうなのか分かんないんだよね。うん、まあいいんですけどね。んでこれらの実験結果をもとに医薬品承認審査機関に申請が出され、市場に出してよいかどうか決定されるのです。はしかのワクチンは10年、子宮頸がんワクチンは開発から製品化まで25年かかったそうです。日本では被験者160人で緊急承認。また160人かよ、やばくないですかこんなもの。普通は数万人規模でやるんだって。これに対しファイザー、モデルナ、アストラゼネカのワクチンは1年で緊急承認されました。厚労省は多少気にしているようです。というのも一般向けの Q&A で通常の臨床試験のプロセスが省略されているのは本当ですか、新型コロナワクチンの臨床試験が終わっていないというのは本当ですかと2つも取り上げているからです。そうなんだね。答えは、医薬品開発に必要な臨床試験のプロセスを経て世界中で承認されていますと書かれています。確かに臨床試験のプロセスを踏んだことは間違いないでしょう。日本でも臨床試験が行われました。しかし日本での被験者はわずか160人です。1億2000万人に接種されるワクチンの試験はわずか160件で、安全性と有効性の確認が行われたのです。また体の中でどのように挙動するのかを評価する代謝評価試験や、体外に排出されるプロセスを研究する排泄評価試験は行われていません。おお、その意味で私たち自身も壮大な臨床試験の被験者なのかもしれません。4-3、どんなワクチンが作られたのかいきます。世界で接種されている10のワクチン、なんかロシア系とか中国系とかあるみたいですよね。おびただしい数と種類のワクチン開発が現在も進んでいますが、2022年2月23日現在、国際保健機関 WHO が緊急使用を認めているのは10のワクチンです。ワクチンの種類別に見てみましょう。まず最も実績がある不活化ワクチンは中国 のシノバックとシノファーム、それにインドの製薬会社バラートバイオテクのワクチンが認められています。不活化ワクチンはウイルスそのものの薬剤などではバラバラにして増殖しない形にして接種するタイプで、技術としては季節性インフルエンザワクチンや日本脳炎ワクチンなどで長い実績があります。ただ危険なウイルスを大量培養する必要があるので、高度な生物安全基準バイオセーフティレベル DSL を持つ設備が学園で問題になったやつですね。なんか実験施設のレベルでを持つ設備が必要となります。生ワクチンはどこも開発していません。次に実績があるのは組み換えタンパクワクチンです。米ノババックスが開発しました。組み換えタンパクワクチンはウイルスのスパイク部分の遺伝情報を細菌や昆虫の細胞に組み込んで大量培養し、抗原として分離して接種します。 B 型肝炎ワクチンや帯状疱疹ワクチンで実績があります。ノババックスの技術を利用して世界最大のワクチンメーカーであるインドのセラム生成研究所で製造されたワクチンも WHO のリストに登録されています。
新しいタイプのワクチンとしてはメッセンジャー RNA、mRNA ワクチン、DNA ワクチン、ウイルスベクターワクチンが承認されています。これらのワクチンは一部臨床試験で投与されたことはありますが、承認実用化されたものはこれまでありませんでした。ファイザーとモデルナの mRNA ワクチンはウイルスのスパイク部分の遺伝情報を組み込んだ mRNA を筋肉注射するワクチンです。 mRNA は人間の細胞の中に取り込まれた遺伝情報と同じスパイクタンパクを作り出して免疫を誘導します。いわば細胞の中にスパイクタンパクの製造工場を作ることになります。一回やらせちゃうということですね。DNA ワクチンは、mRNA ワクチン同様スパイクタンパクの遺伝情報を組み込んだ DNA を人の細胞内に入れてスパイクタンパクを生産させて免疫を誘導します。ウイルスベクターワクチンはスパイクタンパクの遺伝情報を別のウイルスに組み込んで人間の細胞に感染させるもので、おお、なるほど。英国のアストラゼネカ、でジョンソン&ジョンソン、それにアストラゼネカから技術供与を受けたインドのセラム血清研究所が製造しています。これら遺伝子ワクチンは遺伝子配列が決まれば開発は比較的短時間でできると言われますが、なんといっても人への使用実績がなく、体の中でどのような挙動を示すのか未解明です。また研究開発の段階で重篤な副反応を起こしたケースもあります。子どもから高齢者までの健康な人々に接種するワクチンとしては、何をおいても安全性が最も重要であることは言うまでもありません。このほかロシアガマレア研究所のウイルスベクターワクチンスプートニク V や、中国のカンシノのウイルスベクターワクチンがそれぞれの国レベルで承認されています。日本では薬事承認されたのは2022年2月現在、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカのワクチンだけです。え、アストラゼネカはウイルスベクターワクチンなんじゃないの。おお、これそれぞれ副反応とはどんなものなんですかね。せっかくだから復活化ワクチンにしちゃいちゃうな。いろんな世界の新型コロナワクチンに違いの例載ってますメモです。読みますかね。なんですね、4-4遺伝子の構造と機能。ちょっともう28分経っちゃったんで、今日はこんなものにしとこうかな。というわけで今日のお話の中ではなんか世界で接種されているなんか 10種類もあるのに、なんで日本は打ったことない、みんながやったことないファイザーと、なんだファイザーとモデルナ、まあ、アストラゼネカは RNA ワクチンじゃなくて mRNA ワクチンじゃなくてウイルスベクターワクチンなのかな。ちょっといろんな疑問が湧いてきましたが、そうだね、この一覧表を見てもアストラゼネカはやっぱりウイルスベクターワクチンしかないです。なんかホリエモンがウイルスベクターワクチンはダメだけどみたいなことちらっと言っていたのを見たことがありますけど、どうなんですかね。まあお話の続きはまた次回ということで、とりあえずこんなにたくさんのワクチンがあって、あるんだけど、なぜかファイザーとモデルナばっかり打たれてるっていうことがちょっと分かったところで、今日はここまでにしたいと思います。また次回、読みたいと思います。
それではありがとうございました。